はいどうも、北海道樽市在住大久保和也41歳です。よろしくお願いします。毎日夜6時にいろいろな紹介動画も上げてますんで、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで今回皆さんにご紹介したい漫画、こちらの作品になっています。クロサギということで、2003年からヤングサンデーで連載をされていて、山下智久さん主演で実写ドラマ化もされて映画化もされているんでね、メジャー作品だとは思います。こちらの漫画、まあ詐欺ってつくぐらいなので、この詐欺師を題材にしたですね漫画にはなってるんですけど、この漫画の中では3種類の詐欺師がいるということで、人を騙して金品を奪うようなね、皆さんが一般的に知ってるような詐欺師を白詐欺と呼んでいて、あとはこう異性をターゲットにして結婚詐欺だとか、女の人を騙したり男の人を騙したりと赤詐欺と呼んでいて、そしてこの白詐欺と赤詐欺だけをターゲットにして詐欺師に対して詐欺を行って懲らしめるっていうのが、この黒詐欺と呼ばれているね、こう漫画のタイトルにもなっている詐欺師の種類なんですけど、で主人公は黒崎幸四郎といって、まあ、ちょっと名前がね、タイトルの黒詐欺と主人公は黒崎っていうね、ちょっとなんかややこしくなっちゃうんだけど、この黒崎という主人公が黒詐欺ということで、白詐欺とか赤詐欺っていうね、詐欺師たちを詐欺にはめてこうお金を取り返したりだとか懲らしめたりやっつけたりするみたいなね、まあそういったようなお話になってるんですけど、結構闇深い話になっていて、この黒崎本人はアパートをね経営してたりとかするんですよ。まあもともとね白詐欺から奪い取ったアパートらしいんですけど、そこで大家さんとしてですね家賃収入なんかもあったりするんですけど、基本的にはねその白詐欺や赤詐欺をやっつけてねお金を稼いでるんですよ。ただ仕事がない時、ターゲットがいない時っていうのは、この黒崎というのは心理学を学んだり話術を学んだりだとか、あと法律を学んだりとか、ものすごく勉強熱心なんです。そして人を寄せつけないみたいなところもあって、人の世話になるのも嫌い、人からのもらい物なんかも絶対に受け取らないという主人公になっています。でこの黒崎はものすごい執念とストイックさで詐欺師をね狙い続けてるんですけど、それには理由があって、中学3年生の時に父親がチェーン店開業詐欺に引っかかってしまって、一家心中事件を起こすんだけど、唯一の生き残りがこの黒崎という主人公で、その父親を騙した詐欺師グループへの復讐を目標にしているんですね。なんで黒崎はっていうと、詐欺師に対してはものすごく厳しいんだけど、まあ当たり前なんですけどね、その詐欺にあった被害者たちから依頼を受けるんですけど、その依頼人に対しては被害額をちゃんと全額返したり、お金にシビアで、多分すごい貯金額あるだろうなと思うのが、食べ物もですね基本的にはジャンクフード、まあカップラーメンとかばっかり食べてるんで、あまりお金もかかってないんですよね。あと質素な生活をしていて、まあ家にはですね黒っていうね、まあここでも黒が出てきてちょっとややこしいんですけど、黒っていう猫を飼っていたりっていうね、可愛い一面なんかもあったりとかします。その黒崎がですね、いろいろな手法で白詐欺だとか赤詐欺とかをこう見事に罠にはめていって、詐欺師を破滅に追い込むみたいな話になっています。そしていろいろなキャラクターも出てくるんだけど、その中でもちょっと一人だけね、ここはちょっと押さえておきたいっていうキャラクターはっていうと、葛城敏夫というおじいちゃんがいるんだけど、このおじいちゃんはっていうと、表向きはスナックのマスターなんだけど、詐欺で使う戸籍を用意したりだとか、あとは休眠会社を用意したりとかね、いろいろなものを用意したり、プランを練ってね、プランナーということで詐欺師での計画を立案するみたいなね、で業界ではフィクサーと呼ばれているぐらいの大物で、その葛城から黒崎は詐欺師の情報を買ったりだとか、詐欺師の情報をもらったりとかしてターゲットにしていくんだけど、実はこの葛城が黒崎の父親が死んだ原因になった詐欺のプランを立てた張本人っていうことでね、まあそれは後々分かってくることなんだけど、この2人の関係性っていうのは、お互いどこか認め合いつつも絶対に超えられない一線があるみたいなね、そういう描写がうまい作品になっています。そしてこの黒崎という漫画、その黒崎がちょっとややこしいんだけど、主人公の黒崎がいろいろなね詐欺師をですねこう華麗にはめていくっていうのがね、めちゃくちゃ面白くなっていて、最後にはですね大体の詐欺師たちはもう不幸のどん底に落ちていくっていうね、まあそんなもん悪いことやってるんで当たり前なんでね、因果応報って言葉もあるぐらいなんで、ただですね黒崎がやっていることも犯罪なんで、皆さんですねどんだけ正義があろうとですね、その犯罪はねやめた方がいいかなと思います。そして最後にですね、いろんな種類の詐欺が出てくるんでね、社会勉強としてですね読んでもらうと、自分が引っかからないようにっていう部分ではね勉強になる本だと思います。ということで今回クロサギという漫画ご紹介させていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。